今日番組結構最近お気に入りなのが結構短めの番組がお気に入り で結構このぐらいとかバチって切っちゃってるやつとかいいかなと思って、これさっき切ってみたんですけど、でこういうのにあのバームワックスとかつけて、質感をちょっとつけてですね切るのが結構好きで、で今回ちょっと切ったのがサイドがですね結構サイドが結構短い感じにちょっと今回切ってます。こんな感じに。でこれはうちがペンシルシザーっていうのがあって、こういう先っちょが閉まんないやつ、こういうやつですね。ここが閉まってないやつペンシルっていうんですけど、これでこの辺の質感はペンシルで毛先のブラント感残したいんで、この毛先のブラントを残しながら、なんか女の子のアップした時のこの遅れ毛みたいなのをカットでちょっと作りたくて、そうしてます。はい、この辺のこう軽い感じで、ちょっとウィッグなんでちょっとね微妙なんですけど、ここにちょっとこう長めのピアスとかしても可愛いのかなと思います。バング短くバッサリ切って、でこの辺にちょっとフリルがあるピアス、この辺までのピアス見えるようにして耳かけてあげても可愛いと思うんで、まあこういうね、先っちょが閉まんないこういうペンシルシザーっていうので、結構このブラント感をちょっとね残しながら、いろんな番組今ねシースルーとか結構なかなかね短いのみんないけないと思うんですけど、これぐらい短いのも僕は最近は切っちゃいたいというか切っちゃってますね。はい、まあこれは結構ね中にイングラとか作っちゃったりして、ここですね、このイングラをちょっと細かく作っていって、このバングをちょっと可愛く、なんかあんま奥まで軽さ入れちゃうとなんかちょっと古臭くなっちゃうんで、ちょっと毛先だけ先ほどのペンシルシザーとか使って、先っちょだけちょっとこう入れるような感じで、でこれ R なんで滑らかにこう入りますからですね。で、さらにも毛先のニュアンスとかはショーバルタンっていうのがあるんで、それで細かくですねこのニュアンスをちょっと整えて、よりバラバラ感とかちょっと演出していきたいなと思ってますね。でもこういうのにカラーで遊んでも可愛いと思うし、やっぱブラント感が、まあ、僕好みなんですけど、ブラント感あった方が結構好きなんで、この横とかも結構ブラントがあると思うんですけどね、この辺の感じとか、はい、やっぱこの軽いけど毛先の重い質感って本当になんか本当こうアップして、こうちょっと降りた時の女の子の可愛さってすごい僕は好きで、なんで今回は顔周りの方を結構あえて、軽くしてですね、でバックの方はあえてこのバックのですね、このウエイトの位置をあまりこういうふうに今回作ってないんですけれども、こういうふうに作らない理由としては、ちょっとこうかっこよくなりすぎちゃうんで、まあ、ここはタイトかつここは横にフリルするぐらいの感じですね。外跳ねっていうよりは横にフリル感を出していきたいなと思っております。最近人気があったのが、ちょっとすみません宣伝みたいな感じで申し訳ないですけど、T4 セニングっていうのがあって、これが T4 なんですけど、これ両刃なんですよ、こういう感じに。これこっちも刃ついて、こっちも刃ついてて、こういう感じになってるんですよね。で、これ例えば結構こうバツって入れてもあんま取れないというか、ニュアンスカットもできるんで、ちょっとしか取れない。はい、だからルーツで入れても問題ない感じです。結構こういうのも入れて、こうニュアンスを整えていったりとかですね。はい、まあ、今回はね結構ペンシルでブランド感を出してですね、でこの辺を例えばもうちょっとこうやりたいなとか思ったら、まあ、T4 セニングで、もうちょっとこの辺のね、遊び感をちょっとこう作っていってですね、まあ、ちょっとルーツ気味から入れていったりとかして、もうちょっと間引いて、この顔周りのところだけ特にちょっとね、
隙間感を上げてあげると、まあ、可愛いのかなって感じがします。このぐらいとか、はい、あえてこの後ろのね、重さ、ウエイトの重さと、このウエイトじゃないか、この辺の量感の重さとサイドの量感の重さをちょっと変えてみたりとかして、サイドをこう軽くすると可愛いかなと思います。はい、こういう感じにできたらいいかなと。うん、こっちもね、ちょっと重さちょっと重いんで、T4 セニングで少し間引いて、いきます。で、毛先はね、モード感出したいんで、そこは残しながらちょっと、やってるんですけど、はい、これだとラインが出ないんで、両刃でラインが出ないんで、そのままこう詰めれますしね。まだ両刃のセニングとか多分結構ないんじゃないんで、はい、結構おすすめっておすすめですね。絶対にこれピアスしたら可愛いと思うんだよな。おっきめのやつとかここにね、ちょっとしてほしいですね。こうちょっと大きいのドーンって、まあこんな感じでちょっと前髪の短いスタイルとか、バングの短いスタイルがちょっと流行ったらっていうか、もうちょっとね、僕は的には結構激アツなんで、もうそろそろこう短いバング着てもいいのかなっていう気がしてはいるんですけど、はい、このぐらいの感じのね、であんま束感はね、極端に毛先の束感だけで、この辺の束感も出さないであえてやっていけるのといいかなみたいな感じですかね。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと切りカットしてる動画は、もう撮っちゃったんですけど、はい、まあ、そういうカット方法だったりとかですね、まあ、オンラインもやってますんで、まあ、今後ともで、今なんかちょっと美容師さん皆さんやるか分かんないですけど、なんか無料でなんかコミュニティみたいなやつ、なんかとりあえずなんか動画を編集するのめんどくさいんで、編集しない動画とかちょっと上げて、なんかバンバン上げていこうかなみたいな感じで思ったりとかして、そういうなんかコミュニティとかあったらみんなやりたいですかね。ちょっと分かんないですけど、で僕じゃなくて他の方も、まあ、出していただいていいですし、なんか編集するのめんどくさいんで、なんかほんとパパって撮っちゃったやつとかパンって上げて営業中に上げちゃったりとか、まあ、そういうなんかこう美容室のコミュニティみたいな情報交換みたいなのできたらいいかなっていうふうにちょっと思ったりとかしてますね。はい、そういうのとかを、まあ、旬な情報をこうアップし合ったりとかしても面白いと思うし、なんかそういうコミュニティを、まあ、Facebook でやるか LINE でやるかで、今なんか LINE で新しい機能で、自分のアイコンじゃなくてもなんか登録できる、5000人ぐらいまで登録できるなんかのができたみたいなんですけど、ちょっとやり方がまだ分かんないんで、それでやるか、まあ、もしやりたい人がいたら、どういうのがいいのかなみたいな、Facebook じゃない方がいいのかなとかいろいろ考えながらやってます。まあ、興味がありそうだったらなんかメッセージください。はい、なんかそんな感じのもちょっとやってみたいなと思っております。はい、こんな感じで短い前髪ちょっと流行らしたいんでちょっとアップしてみました。以上です。